せだんじり喧嘩は中町にある喧嘩場で行われました。新型コロナウイルスの影響で3年ぶりの開催となっただんじり喧嘩は、感染拡大防止対策として事前の告知を行わず、参加者の抗原検査を徹底するなどして行われました。だんじり喧嘩では、久世地域のそれぞれの地区で運営される9社のだんじりが上組と下組に分かれて対戦します。船形のだんじりの先を鉄板で武装し、左右にうねるように動きながらぶつけ合います。各社の青少年たちはおいさおいさと勇ましい掛け声を上げながら、それぞれ社の誇りと意地を込めてだんじりを何度も激突させていました。喧嘩場では終始気迫がこもった対戦が繰り広げられ、ぶつけ合うたびにドシンと重く鈍い音が響くと、歓声を上げながら3年ぶりのだんじり喧嘩を堪能していました。